最安で1万1000円だから、あれすごい安いじゃん、これ。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はですね、アマゾンファッションビッグ祭りです。いわゆるですね、タイムセール祭りですよ。これはね、結構気づかない人もいるんじゃないですか。僕もね、全くスルーしてたんですけど、よくよく見るとですね、テックと、つまりファッションとですね、ガジェットをですね、合わせたセールになってるわけです。今までね、アマゾンって2回ぐらいセールやってたんですよ。普通のタイムセール祭りっていうものと、ファッションホームとかやってたんだけど、まあ多分ファッションホームは売れなかったんじゃないかな、多分ね。多分そうじゃないかな。まあ2回セールやるとちょっとやりすぎなところもあるし、分けちゃうと分かりにくいっていうところもあるんでね。なので一緒にしてしまおうと、 ZOZO とか楽天とかそういったものをライバル視してるんじゃないかなっていう、まあ内容にはなってますけど、果たしてどうなのかですね、そちら詳しく解説していきたいと思います。合わせて僕が買ったものとかもですね、いろいろ解説していきたいと思いますんで、気になってる方はぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行ってきましょう。というわけで5月15日火曜日、昨日からですね、やってるファッションテックタイムセール祭りです。夏の爽やかなファッション、アイテム、そしてオシャレで機能的な電化製品を合わせたというセールになっています。あれ、この人ってさ、日テレでゲームが好きとかっていう人じゃなかったでしたっけ？すげえ登録者いる人です、確かね。女性ですね、爽やかな女性と、あとソニーかな、これヘッドホンがね、乗ってますけども。ということで行きましょうか。まずは、アップル製品です。出ていますよ。iPad ですね。2021年のもの Wi-Fi です。47,000 円。5% オフになってますね。まあまあ安いね。なんか消費税半分ぐらいは安くなってるってとこなんですけど、プライムデーの時には 42,000 とかだったんで、まあ、ちょっと高いかなっていう感じであるけど、あとホームボタンがあったりとかするんでね、ちょっと昔のタイプになりますけど、まあお子さんがですね、ゲームしたいとか、ちょっとした調べ物したいとか、あとはお店の会計とかだよね。そういったものに表示したいとか、全然これでいいんじゃないかなっていうところではありますね。次はですね、ファーウェイのスマートウォッチ、ウォッチフィット2ですね。これもすごい人気なんですよ、実はね。画面がすごく大きくって、あと価格がすごく安いんですよ。あとは iPhone ともですね、もうガンガン繋げられるっていう良さもありますね。で、睡眠であるとか、運動とか、もう基本的なことはね、もうこれで全然できますからね。ただね、OS がね、そんないけてないんだよね。もうちょっとこう、スタイリッシュにシュッてなってるといいかなとは思いますけど、でもね、このバンドとかもすごくおしゃれで可愛いし、80種類以上のスポーツ分析ができるとか、あとはね、バッテリーがね、異様に持つんですよ。めちゃくちゃ持つからね、ファーウェイは。アップルウォッチってこうバッとね、ライトもちろん消すっていうことできるんだけど、そんな持たないんでね、持っても1日ぐらいなんだけど、これはね、十何日とかすげえ持つんで、まあすぐね、パッて消えていくとかもあるし、まあガンガン使ってたらね、それなりに減ってくんだけど、でもスポーツトレーナーとかをね、パーソナルトレーニング的なやつやるとやっぱコストかかっていくからね、そこ抑えたい人には非常にいいかなと思います。次はですね、 AK レーシングのゲーミングチェア、30日間で最安 44,820円、 10% オフですね。消費税分なくなったってとこですかね。プライムデーの時に 43,800 なんで、まあ、1000円ちょっと上乗せされてる感じではあるけど、でも安いよね。あ、これしかも本田翼さんなんだ。本田翼さんはいいと思います。嫌いな人いないですよね。可愛いし、ゲームが好きだし、美人なだけじゃなくってね、こう気取ってないっていうところがやっぱすごい人気のところかなと。この人がね、監修したっていうモデルになりますんで、まあ、AK レーシングはね、もうめちゃくちゃ売れてますからね、コロナ禍で爆伸びした企業の一つじゃないかなって勝手に推測してますけどね。でも全然いいと思います、AK レーシングも。かなりね、椅子がバーって倒れるんでね。次はカーディガンですね。ファッションテックなんで、やっぱカーディガンも入ってる。夏レディース UV カットってやっぱ夏物出てきちゃってるね。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもんでさ、もうさ、松本もね、この間まですげえ暑かったんだけど、昨日あたりからすっと涼しくなりましたね。だから夏物をまあ今欲しい人どうするかってとこだよね。まあ沖縄とかに住んでる人にとってはいいのかもしんないね。 24% オフ、最安です。次、ヨガウェア、やっぱ女性を狙ってんだな、こういうの見ると。レディースタンクトップです。15% オフ、2720円、安いね。で、もう一個がですね、ノースフェイスのリュック。これさ、結構しょってる人いるよね。若い子たち結構これしょってんな。アマゾンもレビュー数587、星 4.5。 あ、そうなんだ、やっぱすごい人気なんだね。最安で1万1000だから、あれすごい安いじゃん、これ。俺ね、パタゴニアって一時期騒いでたんだけど、今ノースフェイスの方が人気なんだっていう。いや、別にパタゴニアもいいんだけど、なんかね、そう
ういう風な話ですよ。あとサンダルです。やっぱ夏物多いね。でも涼しそうだね。もうちょっと時期過ぎちゃってるかなってところであるけど、1万円ぐらいで、かわいいかわいい。これ最近やっぱおしゃれって大事だなっていう風に思ってねやっぱおしゃれしたいですね。あとカシオの G ショップです。これは6000円ぐらいか6700円ぐらいですね。すごい、ずっと売れてるやつだね。日本未発売だって。並行輸入品のものになりますけど、カシオは丈夫だしね。一回スマートウォッチ持っちゃうと別にいいかなっていう感じはなるけどね。でもこれ何気にアナログ時計ですよね。まあロレックス、オメガとかね、好きな人いっぱいいるからね。同じ分類としてカシオもすごく好きっていう人もいるんで全然いいと思います。あと JBL の Bluetooth スピーカー、これ動画にしましたね。フリップエッセンシャルですね。機能的なもの、エッセンシャルってで、ギュギュッと機能をですね、こそぎ落としてコストを下げたっていうモデルです。これ全然いい音しますからね。音一緒だからね。 11% オフ9800円、一応最安が8800円ですね。タイムセールじゃねえや、プライムデーの時。それに比べたらちょっと高いんかなっていうところであるけど、でも全然いいと思いますよ。 JBL はまあ売れに売れてるからね。世界で2億台ですか売れてるって累計ね、すごいよね。めちゃくちゃ売ってるじゃんっていう感じがするよね。あと他にもですね、スナイデルです。かわいい、これワンピースだ。こんなね、いろんなワンピースがねバーって出てますよ。ちっちゃい女の子のやつもありますね。夏物が多いですね。いわゆるバーゲンですよ、これ要するにね。あとアウトドアプロダクツ、普通に冬も着られそうなですね、ジーパンとかズボンとか売ってますよ。あ、ズボンとか T シャツとか思い出したけど、物販やります。物販今頃言うんだけど、あのコミュニティ欄とかで随時言ってたんですけど、近日中にですね、いろいろやっていこうかなっていうふうには思うんで、楽しそうだなと。まだね、ブランド名とか、あといろいろちょっと細かく仕様を変えたいなと思ってるんで、ちょっとびっくりするですね、コラボ的なものですよね。とかやれたらいいなって思ってね、ちょっとお楽しみにね。他にもね、アップル製品めちゃくちゃあって、毎度おなじみですね、ウォッチウルトラですね。やっぱ難しいんだな、ウルトラって売るのが。やっぱ10万超えてね、スマートウォッチってなっちゃうよね。でも結構、ガジェット好きな人がつけてるイメージあるよね。あと、ビーツのフィットプロとかですね、アップルの MacBook Pro ですね、スマートフォリオですね、iPad のキーボードとか。あ、ビーツスタジオバッツプラス出てるじゃん。嘘、早ー。もうですか ?16% オフだって、マジ売れてないんかな。結構動画的には見てもらえたかなっていうところであるんだけど、まあそうか、モデルチェンジしちゃった方がいいよね。プラスとかつけるとあんま売れないんかなってイメージある。もう、全く新しい技術でバッてやっちゃった方が、結構売れ行きはいいんじゃないかなっていう気がするけどね。ビーツが入ってくるのはちょっと衝撃だな。これまだ新しいやつですけどね。あと JBL もね、他にも Go エッセンシャルとか、ファーウェイのフリーバッツプロ2ですね、とかも入ってきてるわ。あとテクニクス入ってる。甘いのモデルだね。あとね、ヤーマンです。ヤーマンって結構効くよね。美容系ですね。美容系ってさ、そこそこ値段しないと効く気がしないよね。これそれ計算してんのかな。ボディ用美容器ですね。15% オフ。でも評価がまず4ぐらいですね。グイーってマッサージできるやつだ。お腹とかね。これ効くんかな?ちょっと謎すぎるんだが、うちの嫁さんもね、よくやってますよ。なんかグイーって。多分効いてるんだと思うんだよね。これはやっぱ自己満ですけど。あと、ロジクールです。ロジクールも出てるわ。ロジクール俺も使ってますよ、ここね。Windows 動かすときはロジクールですね。Mac 動かすときはやっぱりね、マジックマウスの方が便利だからっていうのを使ってますけど。あとは、クリクリがついてるやつだ。これね、マウスを動かさなくてもクリクリっていけるやつですね。俺が前バイトしてるあれだね。新宿のヨドバシカメラでも使ってたね、これ。まあ、すげえ昔だけどね。あとはですね、スーツケースとかもお買い得になってますね。スーツケースとかいいんじゃない？もう旅行者すごいよね。もう松本めちゃくちゃ人いるわ。楽しいですよ。花火もあったり、賑やかでいい感じです。この辺のですね、サムソナイトとかも有名なブランドがいっぱい出てるんで、これから旅行行きたいなともガンガン動いていきたいんだ。私よく我慢しましたっていう人はぜひ買っていただいていいんじゃないかなと思います。あとは、グンゼの下着ですね。アディダスとかチャンピオンとか、そういったものもね、入ってきてますよ。あとは、ビングとかですね、いろいろ出てきてますね。あ、でね、俺買ったものがあって、アマゾンオリジナルだね。俺アマゾンオリジナルのものはね、結構買いましたよ。アマゾンベーシックですね。出張がすごく増えてきて、出張いろいろ行くようになったんで、ズームのマイクあるじゃないですか。あれを結局4台買ったんで、なんか買った時すぐに使えるように、あと SD カードでしょ。で、あと電池をね、めっちゃ買いました。アマゾンベーシックの炭酸電池ですね。それに、こう、ケースです。なんでかんで使うんですよ、今のマイク。あ、マイクも気づいた方いるかどうかわかんないですけど、変わってます。ズームの M3 かな。同じく32ビットフロートで撮れて、
音割れしないってやつなんですよ。ちょっとだから割れてないと思うんですけど、どうですか？すごい聞きやすくなってんじゃないかなと思うんですけど、それを買ってんですけどね、それもね、単三電池2本使うんで、こんな感じで随時ですね、充電満タンな状態でここに入れてると。あと単四電池の充電ケースも買ったり、あとアマゾンベーシックじゃないけど、こういったですね、無印のですね、バッグですね。これ買い直しました。結局いろいろ行くのにね、たくさん入った方が便利なんでね。あとね、ソニーのコンデジ買ったんですよ。この間旅行とかに行ってですね、コンデジだからまあ大したことねえかと思ったらめちゃくちゃ綺麗に撮れんだこれ。びっくりしちゃった。10万ぐらいしたんですけど、まあまあいいかと思って。三脚ついてたりとか、重たいリュック背負って東京行くときに、スマホで撮るとなんかちょっといまいちなんですけど、これで撮るとすげえ綺麗に撮れるんで、僕は基本的にこれ使ってね、撮っていこうかなって思ってますよ。これセールになってるかどうかわかんないですけど、一応リンク貼っておきますね。そんな感じ。また随時ですね、安くなってるなーっていうものがありましたらコミュニティ欄で更新していきますんで、ぜひこれを機会にチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それと皆さん、今回のセール何買うんですか？ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。というわけでまた明日、じゃあ。